森安はじめは、日本の元サッカー選手、指導者、長崎県長崎市出身、元サッカー日本代表、日本代表監督。父親が、造船関係者だったため幼少期から各地を転居、静岡県掛川市で生まれ、名古屋市、横須賀市、唐津市と転居、唐津市立鏡山小学校に入学するもすぐに、転居し、小学1年生から、 長崎県長崎市に定住する。小学5年から本格的にサッカーを始め、小学6年のサッカークラブチーム、ドイ井首 SSS 時代に第4回、全日本少年サッカー大会に GK として出場している。長崎市立深堀中学校から、高校進学の際に、サッカー競合校である、長崎県立国見高等学校に進学しようと、考えていたが、 森安の不真面目な受験姿勢を見た父親はそれを反対したため、長崎日本大学高等学校へ進学した。長崎日大高時代には攻撃的な MF として山梨国体選抜に選ばれるが、当時長崎県のサッカーは国見と長崎県立島原商業高等学校が全盛期だったことから、インターハイや選手権などの全国大会には出場できなかった。 高校の監督と日本サッカーリーグの松田の今西和夫総監督が知り合いだったため、1987年同クラブ入団。同期は河村隆らがいたが、森安は入団当初はその中で最下位の評価だった。当時松田本社は高卒採用枠5人までであったため森安は本社に入社することができず、子会社の松田うにに勤務した。当初は、 サテライトチームである、松田 SC 東洋でプレーしていたが、この年から松田監督に就任したハニスオフトに、見出された。その後チームは2部に降格しオフトは退団したが、ビル・フォルケスコーチに育てられ、3年目の1989年に、JSL2 部デビュー、風間八博のアシストで、先制点及び2点目を挙げる。1991年に松田とプロ契約を結び、 同年 JSL 一部昇格に貢献した。1992年4月、オフトが日本代表監督に就任すると、日本代表に初召集される。代表メンバーの何人かは、存在自体知らなかった。無名選手の大抜擢で、同郷の長崎県出身の高木拓也と、前川和也以外、誰一人、森安と読めなかった。同年5月、 オフトジャパン初戦のアルゼンチン戦で先発メンバーに抜擢され初出場を果たし、この際、アルフィオ・バシーレ監督とクラウディオ・カニーヒアが、日本には、いいボランチがいると高く評価したことから、森康と、ボランチの名前が脚光を浴びることになる。以降、レギュラーとして活躍、ラモス類をカバーすることに重点を置いた。1993年、 W 杯アメリカ大会アジア予選に出場し、ドーハの悲劇を経験した。一方クラブでは、サンフレッチェ広島の選手として、1993年に J リーグが開幕すると、6月2日の名古屋グランパス8戦で J リーグ初ゴールを決めた。スチュワート・バクスターの下、風間と共に中盤を支え、1994年、サントリーシリーズでは、 広島のステージ優勝に貢献した。1995年に就任した、ビムヤンセン監督時代は3から4から3システムの、ボランチやトップ下、リベロと、様々なポジションでプレーするものの、同年7月に、右足首関節脱臼骨折してしまい、満足に活躍できなかった。代表では、ファルカン時代及びカモアマネ時代も選出されたが、 山口祖広氏がボランチに定着したため1996年2月を最後に代表から遠ざかった。1997年末、広島は経営悪化がピークに達し主力放出を余儀なくされた。そこへ1998年にオフトに誘われ大型補強を行っていた京都パープルサンダにレンタル移籍した。当初は 完全遺跡の方向で話を進めていたが、広島サポーターが怒り、遺跡反対署名を集め、その結果レンタル遺跡に変わった経緯がある。遺跡後、京都は低迷し、監督は清水秀彦に変わったが、引き続き主力としてチームを支えた。翌1999年広島に復帰、同シーズンに広島の選手としては、 初の J リーグ通算200試合出場達成。ただ、もともと、エディトムソン監督からの評価は低く、また森崎和幸の台頭で先発メンバー入りできなく、なった。2001年、バレリーニポムニシニ監督が変わるも、怪我のため満足な出場は叶わなかった。2002年に広島からスタッフ転身のオファーを受けるも、 現役にこだわり、清水秀彦に誘われ、ベガルタ仙台に移籍した。主力として活躍したが、2003年の J リーグシーズン末に仙台は J2 に降格。自身も戦力外通告を受け、2004年1月に正式に現役引退を表明した。2004年、サンフレッチェ広島強化部のコーチに就任、同年に JFA 公認 S 級コーチライセンスを取得。 2005年2月、吉田康史監督のユーマイナス1 9サッカー日本代表コーチと兼務し、2006年11月に、AFC ユース選手権2006ナス1 9日本代表コーチとして、準優勝、2007年の f i f a ス2 0ワールドカップにも、コーチとして参加した。同年9月から、ミハイロ・ペトロビッチ率いるサンフレッチェ広島、 トップチームコーチに就任。2010年から黒崎久氏率いるアルビレックスに新潟ヘッドコーチに就任した。2011年末、広島は経営状況の悪化から、ペトロビッチとの契約延長を断念し、次期監督を探すことになる。その中で、ペトロビッチのサッカーを継承及び調整し、広島の現状のクラブ方針を把握している OB を投用することになり、 その中で、森康の名前が挙がることになった。2012年からは、古巣のサンフレッチェ広島に復帰し、クラブ生え抜き史上初となる、トップチーム監督を務めることとなった。同シーズン、日本人元 J リーガーの監督としては初であり、日本人、新人1年目監督としては、松木康太郎以来2人目となる、J1 年間優勝を、翌2013には、 松木、岡田武史及びオズワルド・オリベーラ以来4人目となる J1 連覇を達成し3連覇を狙った翌2014年こそ8位に終わるものの11年ぶりに導入されにステージ制が復活した2015年は再び年間優勝4年間で3度のリーグ優勝を果たしたただし ACL アジアチャンピオンズリーグでは現在 ACL 通算で3勝 6分け5敗と J リーグで見せているほどの強さがなく、元気がない。2017年7月4日、成績不振のため辞任したと発表した。2017年10月12日、2020年、東京オリンピックを目指す五輪代表の監督に年俸4800万円で就任した。2018年4月、 当時日本代表監督だったバヒド・ハリル・ホジッチが2018、FIFA ワールドカップロシア大会の開幕約2ヶ月前に、電撃解任され、後任に西野明が就任することになった。森安はコーチとして、新体制に入閣することになり、日本代表チームに帯同して、日本の W 杯ロシア大会16強進出に、貢献した。 2018年7月26日、2020年、東京五輪に出場する U-23 日本監督を兼任したまま、ロシア W 杯日本代表コーチから昇格する形で日本代表監督に年俸約1億5000万円で4年契約で就任した。日本 A 代表監督と日本五輪代表監督を兼任するのは、 フィリップ・トルシエに次いで二人目で日本人監督としては初めてである。また、初の外国人日本代表監督のハンス・オフト以降では W 杯後の新日本代表発足時に日本人監督がつくのは初めてである。東京五輪が1年に延期されたためワールドカップアジア地区予選に専念するため U-24 日本代表の監督をコーチの 横内明天が昇格する形で就任し、A 代表選任となった。東京五輪は森安が監督を務め、横内はコーチ登録となった。単調強著、ありがとうございます。